高章帝こと高縁は、北朝北西の第三代皇帝。闘技の実力者交換の六尾に生まれる。母は、正妻の老将君。北義皇、武帝の皇后皇子、皇清氏、闘技皇制帝の皇后皇子、皇広氏、皇深氏、皇渡るの同母兄弟にあたる。元蔵元年に、上山軍港に封ぜられた。天保元年、兄の高陽が、 後政帝から禅城を受けて皇帝に即位し、北西を立てると、上山王に封ぜられ、並び将小,小書礼、四空、六将書寺、大芝と出世を重ねた。遊園に溺れ残虐な行いを好んだ文宣帝に、大使、朝廷に参画しては、その暴虐をいめていたという。文宣帝は、死後に、公園に散脱されることを予感しており、死の間際に、お前が、 息子の公院から定位を散脱することは仕方がない。だがその命までは奪わないでやってくれと言い残していた。天保10年10月、文宣帝が崩御すると公院が即位し、要、遠志婚、総金道らが補佐したが、自らは、朝廷で勢力を振るいさらに台府、大臣へと転じた。公院は公園を排除しようとするが、逆に、甲府家氏と共謀して、 みことのりといわって、ようや、演詞困難後員の側近を殺害し、大上昇となって、権力を握った。8月、太子皇太后であった、老将君の礼を借りて後員を廃位、追って、災難王に、降封し、自ら信用の戦闘伝で皇帝に即位した。皇将帝,帝の知性は人材を広く求め、前代までの士官した調整の立て直しに尽力した。 民衆に対しては、税負の軽減を図り、軍事面ではク幕経営の申請を行うなどの功績を残した。その一方で、スメラがて2年9月、占い師から公院が居住する業に、天使の気が見られるとの牧線を受けると、孝子の憂れを除くべく、廃帝となった公院に直死を通じて、毒薬を飲むよう命じ、これを拒否した公院は、直死の手によって虐殺されたが、 まもなく、交渉亭はこのことを深く後悔したという。その1ヶ月後の10月、狩りの最中に飛び出してきたウサギに驚いた馬に、振り落とされたことで重傷を負い、この時母の老将君が見舞いに訪れた。しかしその際に、孫の後院が、交渉亭によって殺害されたことを知ると、老将君は、院は、どこにいるのですかと尋ね、答えられない。 公正帝に対し公員を殺害したことを非難した後に立ち去ったという。同年11月、死去を悟った公正帝は自身が老いの公員を害した時と同じく皇大使である息子の公百年が弟の不深氏により害されることを恐れ、あらかじめ公百年を排して定位を不深氏に譲り、公百年のことだけは殺さないように異名を残して死去した。 しかしその後、結局、甲府可氏も、甲子の憂いを除くべく、わずか九歳の、甲百年を手にかけるに至っている。これを、日本の歴史学者の宮崎一さだは、自分は、人の子を殺しておいて、自分の子だけ人に殺すなと頼んでも、それは、無理な注文というものだと評している。上記のように七男一女がいるが、孫は子らさは、甲子の二人のみである。 甲白沢は子を残さないまま殺された孔百年の後を継ぎ、学、両王の爵位を継承した。北西滅亡後、甲白沢は職に流刑に処され、そこで死去した。死女は確認できない。高彦里の娘は、北州の第四代皇帝宇文院の側室の一人となっているが、死女はいない。なお、娘が先帝の皇宮に入ったことにより、 高彦里は北西滅亡後の粛清を免れ、隋の海洋年間に死去している。高彦徳、高彦はじめ、高彦康、高彦中の4人に妻子及び、子孫の記録はない。ありがとうございます。